こんにちは、シュどうも、木カ寛トです。よいしょ。なぜ僕がブレイキングダウンに応募するのかっていうお話をですね、えー、していきたいなと思います。で、まあ僕がですね、まあブレイキングダウンに応募する動画を見たりとかね、聞いたりとかする方々って、まあ大体の方がですね、同じリアクションしてて、えー、なんでみたいな、大丈夫みたいな感じで、まあ正直役し、薬剤師、ずっとやってれば、まあ安定やし、別にそんなね、わざわざ怖い思いする人ないのに、みたいな意見が結構来るんですよ。 特に僕のことはあんまり知らない人の話なんですけど。で、この間もね、コメント欄にあんま無理しすぎないでくださいねってね、優しいね、コメントをしてくださる方もいましたけども、えー、僕自身ですね、そのブレイキングダウンに出たい気持ちはもう簡単に言うと一つで、それは、まあ、本当に名前を打って、表現者として、まあ芸能界で一発逆転狙ってるっていう。 まあ今までまあコツコツやってきた上で、まあ一発逆転になった方がいいっていう、ええ、判断に至ったわけなんで、まあそれまではね、10年以上もね、あのコツコツ下積みみたいなことやってましたけども、まあここからはね、前の動画でも話しましたけど、大きいチャンスだけ掴んでいこうと思って、受けてます。で、まあ僕の考え方として、本当ずっと言ってますけど、その薬剤師の資格持ってるか薬剤師にはできないとかね、あの、本当にないと思いますから、僕なんて本当と今、 今の会社でそうやってしっかりしたポジション使つかせてもらってますけども全然独立したいなって思ってますしでなんならねあのちょっと僕人とね関わるのがなんか苦手というかそのいや,いやそんなこと言ってたらねなんて言うんですかねその芸能界って全然違うんですよあの何が違うかって言ったらあのそれはルールとかその決まりとかもちろん厳しいところもすごい厳しいんですけど 考え方に縛りってあのまあいやいや言う監督さんとかね、まあ、でも最近は減りましたけど本当にもうすごい固定観念で言ってくる人も、えー、いますけどでもまあそもそも俳優する人っていうのが、えー、柔軟な思考を持った人が多かったり変わった人が多かったりするので人間的にその僕はそっちの方がちょっと合うんですよね。えー、でそれとはね本当に逆ですよ真逆の世界で。 どっちかっていうと固定観念結構あったり、昔の考えとか固い考えとか持ってる人じゃあ例えば髪の毛染めてとかなったら、まあもちろんね、患者さんからしたら、えー、まあ、まあ、マ、まあ、キンキンとかやったらね、まあ、極端ですけど、なんか髪の毛染まってる人とかに渡されるとこの薬本当に大丈夫みたいな感じで思われるかなっていうふうに思うんですよ。確かに。心配になっちゃうと思うから良くないとは思うんですけども、一般的には。ただ、 僕個人的にはその人の能力だと思いますしその髪の毛を染めてるから適当な調剤をするのかって言ったらそもそも薬剤師国家試験通ってる時点でないですからそれだけ勉強して努力できる人間が、ね、まあそ中にはいますよチャランポランで頭いいだけの人っていますけどでもそうやってある程度ね頑張れる人間なんですから本当無茶苦茶な人っていうのはまあ限りなく少ないと思いますし。 僕自身なんか結構自由な考えを持っていいんじゃないかなっていうふうに思ってるので、例えば在宅ワークとかね、する仕事に転職したいなとか、人と関わるのかっていう話で言うと、そういう芸能関係の人とか、なんか表現者の方とか、そういうなんかアーティスティックな思考を持った人たちの集まりの方が、 僕はまあ仲良くなれるし接しやすい。方や薬剤師とか硬いような考えを持ってる人たちとはなかなか合わないっていうところがあったりするんですよね。なのでまあ理系より文系っていうか、まあなんかそういうことを言うとまあ理系の人たちがね硬くてっていうふうになっちゃうんで、まあそれはまあ例外とかもちろんありますし、僕の周りの友達なんかは 薬剤師やりながらでも面白い発想を持ってたりとかする人、たくさんいるんで、全員が全員じゃないんですけど、まあ、僕がこうやってね、4年5年、えー、薬剤師として働いてみてみると、まあ8割方ですね。まあ本当に真面目でいいんですけども、まあ言いたいことはちょっとわかると思うんですけど、本当になんか肩苦しいじゃないですけど、これはこういうもんだとかね、ちょっと変わって、 僕の方が変わってるかもしれないですけどその人たちからしたらあのなんかちょっと窮屈な感じがしちゃうんですよね。なので、まあ、ブレイキングダウンね僕はあの応募しますし、まあ、もちろんブレイキングダウンだけじゃなくてもねなんかそのこの間のゆうりチャンネルのオーディションもそうですしでもはやね今もなんかちょっと芸能事務所また入りたいなとかねすらも思ってるんですよ。もうななんかか芝居したいなとかね もうちょっともう1年弱あの芝居から離れてたりとかするんでもうすごいロスなんかなっちゃっててかといってねこの生活を今ちょっとないがしろにしようかってしようと思ったらまあなかなか勇気も出なかったりするからまあすごい中途半端な感じで良くないから今はもう芸能はやめとこっていう風な感じになったんですけどでも本当はねあのそういうのもやりたいなとか思ってるんですよずっとなのでね こうやって僕がブレイキングダウンに出ることで、えー、なんか、な、な、な、何考えてんのみたいな、大丈夫みたいな感じの、まあ、心配はしてくださるの嬉しいんですけど、一応、まあ、そういった理由で応募してますし、あと、まあ、あの、めちゃめちゃ弱いわけじゃないと思うんですよね、僕。は <laughs>、勘違いかもしれないです。出たら一瞬で、ね、ボコられてね、出身してるかもしれないんですけど、でも全然、あの、同じぐらいの体重の人たちに、 負けるイメージがないから応募してるわけで、まあ一応ねしっかりとねここら辺の話しておかないと結局あの絹が魚って何者なんだっていうねイメージを持ってる方もおられるみたいなんでどうやらなんか僕ね結構 固定の方がね、見てくれてる印象があったんですけども、まだまだね、新しいね、方が見てくれてるみたいで、すごいありがたいことなんですけど。だからね、も、ま、う、あ、常に僕がどういう人間なのかっていうのは、定期的にね、こうやってお話ししていかないといけないなと思っております。でね、まあ最近のね、その僕の生活なんですけども、まあなんで僕が在宅ワークしたいなとか言うかって言ったら、まあ、人と関わるとかいう話言いましたけど、それだけじゃなくて、もう働き方がえぐいっていうかね、もうこんなん言ったらね、 会社僕のがどこの会社に勤めてるかなんかわかんないんで、まあ、言うんですけど、本当、入社してど、もう8ヶ月とか,か、ね、9ヶ月とか経つのに、勇気も1日しか使わせてもらってなかったりとかですね。あの、もう往復ね、4時間かけてね、店舗を生かされたりとか、なかなか無謀な働き方っていうか、これ今動画撮ってますけど、編集する時間あるのかなっていうのもすごい不安ですし、 結構ねあの心身ともにやられてるんですよねなのでもうそれだったらもう通勤時間とかもったいないもう車とかね運転するのもねしんどかったりとかするし、まあ、事故るリスクだってあるし、まあ、それだったら、まあ、在宅ワークねした方が い、えー、いいなととかねねまあそれ在宅ワークは在宅宅ワワーーククでで、ね、しんんどいと思うんですよも,うもちろんねそう言わずもがな,んかな分かるんですよ外に行くこともできないしで在宅やからって言ってもね結構見張られたりとかする会社とかもねそうずっとつなげっぱなしでっていうのもあるみたいですしあのもちろんそれは徐々承知の上なんですけど、まあね、いかんせんで僕が家が好きすぎてインドアすぎてね本当にね外の世界に行かないんであの何かない限り <laughs> だからまあそういった職業がねなんかあったらいいのかなというふうに思ってるんで何かいいのは多ら紹介してください <laughs>。 まあね最近ねほんと全然違う話ですけど地震とかも多いですし皆さんもね地震が起きてね外に出れなくなったりとかねそういうことになった時用に、まあ、水ね買い込んだりとかですねコンロとかねボンベとかねあの買ってもらってほんと対策してください、ね、なんかいつどこでもなんか何が起きるかわかんないみたいな感じになってますしちょっと僕もね心配なんですなんかまあ ね、X のトレンドでもまた地震ってね言葉が、ね、トレンドになるぐらいもうほんまに地震多いんで僕は今関東に住んでますけど他の地域でもね本当にあるってねリスナーの方言ってますし、ね、この間石川の地震もありましたから本当皆さんね地震の対策っていうか、えー、そういう、まあ、何か起きた時のためにこうしとくみたいなね、うん、ことをやってください本、ね、当僕のねリスナーさんはもうとても大事なんで僕にとってもう本番にね あの、一人の登録者、一人の再生回数っていうのがすごい、今でもね、これ千人超えてもずーっとね、あの、気にしてますから、僕。<laughs> だからね、本当に応援してくださる方、貴重なので、なんか困ったことがあればね、あの、一度も言ってください。はい。あではですね、えー、今日の動画は以上です。まだチャンネル登録されていない方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。